サンアリーナはアイルランドダブリンのダブリンドックランズノースウォールフ島にある劇場。かつてのポイント劇場跡地に建てられ2008年12月16日に開業した。旧称はザオーニであった。1988年から2007年まで同じ場所にあったコンサート会場。ポイント劇場の跡地に建てられ外装の一部を残して拡張建設された。ポイント劇場は もともと鉄道の貨物駅だったことから、ポイント駅との相性で知られていた。2008年から2014年まで、この劇場は、ザ・オーニとの名称だった。最大収容人数14,500人は、アイルランドの屋内アリーナとして、最大のものである。スリーアイルランドによる、オーニアイルランドの買収に伴い、2014年9月14日に、現行のサンアリーナへ改称した。現在建物は、 ライブネーションに所有されている。2011年には67万枚のチケット売り上げによって世界で5番目に忙しいアリーナとして認定された。これはロンドンのザオーに、マンチェスターアリーナ、アントワープのスポーツパレス、メルボルンのロットレーバーアリーナに次ぐ数字である。2007年のポイント劇場閉鎖後、建物の大改装が行われた。続いてロンドンのザオーに同様に、 テレフォニカヨーロッパの通信ブランドザ・オーニが命名権を取得し解消された。2008年にオーニは10年間の命名権に対し25万ユーロを支払った。2014年6月に通信サービスブランドのオーニアイルランドがライバル社スリーアイルランドに売却されたことに伴い、この劇場も2014年9月4日にサンアリーナへと解消された。 この劇場は立ち見を含め14,500人以上、全員着席時に9,500人という収容人数を誇る。移動式座席が格納された場合には、固定座席分に加え、ステージ前に8,000人分の立ち見席を作ることができる。最も奥の座席はステージから60メートルの場所にあり、これは以前のポイント劇場に比べ20メートル分近い。座席アレンジによっては、 ローマのコロッセウムのように、ステージ周辺をファンが囲むようにもできる。劇場内にはボックス席はなく、舞台裏は実質的なトラック用搬入口になっている。アルコールは未成年飲酒を防ぐため劇場に設けられた、ハイセキュリティエリアで楽しむことができる。改装前の収容人員は6300人だった。ライブネーションアイルランドの CEO、マイク・アダムソンは、 規模の制約から以前の劇場で開催されたイベントではアイルランドのファンが不当に扱われていたとして次のように述べた以前はヨーロッパツアーの公演は規模の問題のせいでいつでもこの会場で受け入れられるとは限らなかった今だってそうだ受け入れられない公演だってある例えばポイント劇場でのジョージ・マイケルの公演は彼の作ったものの3、4の規模でしかできなかった でも今じゃ他のヨーロッパの劇場に引けを取らないよこの劇場の開発者ハリー・クロスビーはポイント劇場は建設当時のダブリンに合わせた劣った雰囲気だったと述べた。さらにこの劇場がより洒落た人々のための度肝を抜く劇場に生まれ変わると述べた。劇場内のパノラマビュー詳細は EN イベントアットザサンアリーナを参照ンアリーナでの公演の 洋辻元ダブリン出身の U2 がこの劇場のコケラ落としを飾り、招待客の前でボノとジエッジが魂の叫び収録のバンディ・マンズ・ランド・ディザイアを演奏した。2008年12月16日のチャイルドラインコンサートがこのアリーナで最初に開催されたイベントとなった。2010年9月にはガンズ・ローゼズのライブが行われた。このライブでは開始が 相当時間遅れたことに対する観客からの避難でボトルが投げ込まれバンドが公演を中断し議論を呼んだ観客の多くはバンドへの避難から退出したがガンズローゼーズはその後会場へ戻り公演を最後まで行ったアリーナ側は公共交通機関を使って来場をするよう呼びかけている駐車場は近隣のポイント橋にあるものが推奨されている劇場のウェブサイトには フェリーサービスシャトルバスが掲載されているほか、ダブリンバス151号線が劇場まで定期運行している。コンサート後、大量の観客がアリーナから徒歩で帰るため、イベント後にはノースウォール不登沿いに深刻な交通渋滞が発生する。この渋滞のために、アイルランド警察がノースウォール不登とイーストリンク、トールブリッジの自動車通行規制を行うこともある。 2009年12月8日には、ルアスライトレールのレッドラインがアリーナ前の広場まで、延伸開業した。スペンサードックの次、ターミナスの前の駅である。またダブリンエリーアラピットトランジットのこのリー駅も、この劇場の最寄り駅である。これは、リリー・アレンの曲でもこの情景が歌われている。ルアスの駅は現在、ザ・ポイントと呼ばれている。ダブリン空港からサンアリーナに、 公共交通でアクセスするには、ダブリンバス747線と、劇場の外に泊まるエアコーチのグレーストーンズ、またはダルギー行きバスを使うことができる。他にも、劇場に向かう、市営交通が走っている。ありがとうございます。